横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。小宮山さん、ここまではランナー出すもののピンチでも得点を許さないという粘りのピッチング続いてますが、いかがですか？いや、非常に持ち味を発揮してといいますか、素晴らしいピッチング内容ですよね。そうですね、非常に丁寧に投げてる印象ですね。初球ボール、ストライクになります。インサイド落ちました、ファウルになります。これもファウル、打ちました、取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。打順は6番高橋、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。一二塁間を破る、高橋今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。最初は変化球できました、外のボール打った、これは上がりすぎたか、ここはフライになっています。抑えてツーアウト、中継にボールが送られる、ツーアウトランナー一塁と変わります。8番バッター加藤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね、ツーアウトになっています。外の球打った、サード正面取った、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン、試合を制したのは DeNA ベイスターズです。小宮山さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、こういう試合をものにしたということがやっぱり大きなことなんだというふうに思いますね。ひょっとするとチーム力も上がったかもしれませんね。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。